男女月曜日最終回にしたいな。というわけでね、ぜひねチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから、まあのんびりコーヒーでも飲みながらですね、ゆっくりご覧いただけたら幸いでございます。はいね、まあ毎晩ね、16、はよ、うした、8時半じゃねえや、18時半にこのゲームが投稿されてた。皆さんも仕事の真っ最中かもしれないし、なんか勉強だったり部活だったりしてる真っ最中かもしれないですけどね、まあまあ、それが終わった直後にですね、こんなハイトーンのハイテンションの、なんかよくわかんない30代のおっさんがベラベラ喋っているっていうのもね、まあ一つオスじゃないですか、ということで、ぜひね、楽しんでもらえたら幸いでございます。はい、喜びの極み。ということで、ありゃ、ゴリラ、おめえ強えな。はい、ここでね、なんかね、うちの妹がね、こっからでビビ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 
な感じになりそうなところだったんだけれども、はい、で、最も感染したね、わしはまだまだ奥におる、もしもしに会いたくて、その予感染させてもわしに会えるとは限らない、限るんだな、これが。さあ、世界で一番完成させたくないパズルが完成したでございます。そこでお前ら一止まり、わしはそのまだ上におる、うん、それは知ってます。いい、じゃあ全部回復させていきましょうか。はい、全部回復。ピラ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 ピさあ、さらにこの奥で私はさらに強くなる。ちょっと画面が乱れてしましたが、気にしないでやっていきましょう。ピーチン、パパパパパパパキュン、ピーレッドモンスター、レッドブルとモンスターが合体して、これ最後。お客さんですの？私、リングボット。今までお客さんなんか来たことがあるの？あの、臭いところに。待って、その鳥は何が言いたいのだろう？失礼、つまり彼女は、ここにブランチューダーが来たかどうか言いたいのです。ここにいるか知ってますか？もちろんです。すみません。ブランチューダーはとんでもないことするんですよ。ただいまの全部。私の中に投げ込むのです。でも、ブランチルダさえいなければ、私は自由になれます。自由になんかなれるわけない。こいつら倒してすぐに洗濯だよ。わしの汚れた洋服を、お鍋の中で洗ってやる。リングボットさん、心配いりませんか？ブランチルダはもっと上にいるみたいです。そこに行く方法を教えてください。ちょっと倒してみせます。わかりました。簡単です。私の中に飛び込んで、ですね。どうすれば、上まで打ち上げます。そこに飛び込むですね。冗談じゃないわ。おう、どうも。お前がいなきゃ。誰がブランチルダを倒すって言うんだい？さあ、勢いを止めてゴー。いや、そうなんだね。無理無理、スマートになったなら、ポテトやバーガー食べる方だ。元に戻るぞ。元に戻りたいならまあいいやつだ。ウッポンとサッポンみたいなんだな、結局な。こんな奴らが来るなんて、絶対おかしい。信じられん。こうなりゃ戦うしかないな。絶対クマどもを倒してやる。頑張れ頑張れ。ピーピーピー。開始するぞ、覚悟しな。どこ行ったどこ行った。うー、危ない危ない危ない。カメ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 。一撃食らってるしまねえんだよ。どこ行ったどこ。ウィーウィーウィー。意外とね、
の広さもね、うざいくらい残ってんだね。こんなに調子が悪いのにさ、もう一発、もう一発、さすがに一発長くなる。よしよしよし、えいー、おめー、壊し方パニってね。ウィー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 アホーウィーで、もう一発ウィー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 必殺魔法のお出ましだ。必ずお前に当たるのさ。ウルティ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 、お前が走れーぬなるところから火の魔法を攻撃じゃ。おあっピンか。いやいやいや、全然来たね。ヘストルサーさあ、わしからのお返しだ。グエイ受けたよ。そう、微妙に合わせるのが難しい。おちょ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 、あっ、ダメ中だ。一発目だけどな、今の。お前にはまだまだ。なんか今発射する瞬間だけなんかすごい角度見たぞ。そうそう、いいよ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 、甘いな、と裏ちゃんバレーだな。いい、こんななんかエリック食っちゃうからダメなんですけど、お前の敗北はそうだ。いていていて、ガチンバケが早い早い早い、ずるい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 、大きな隙はねえじゃん。いい、あっち、うんうん、おら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 、もう強引強引、スーパーゴイン。まさかこんなとこでこんな3も食らうとは思ってなかった。まだまだこれ全然序盤なのに。あっちょっ、焦るな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 、こういう人が引っ張りづれ。あっちょっと待って、こんなこんな、あぶね、こんなんでよかったっけ。違う気がするよね。甘いわ。お前は走行に置き去りさ。あっちょ、ラボの空の上へと行ってしまいましたぞ。これ赤いジャンプ台がきっと役に立つはずです。え、どこ行った、どこどこどこ、痛い痛い痛い、あ、今、あー、ダメです。今じゃないです。あー、ちょ、痛い魔術で教わったわしの飛び方、見事じゃろ。むずいな。あー、もっと右。よいしょ、おっそ、ビックネス。さあ、あのね、よし、今です。いや、のろのろ飛んでたらやられたわ。スピードアップだ、それホーキー。頑張れ頑張れ、頑張るのだよ。あべべべべべべべ、よしよし、いけ。おっ、いやー、選択肢だ、むずすぎるぞこれ。こんなに難かったっか。フィッフィッ、優しいよね。いや、同点ぶち抜いたぞベイベー。あ、痛い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 、あ、いやー、倒れてくれないか。お尻が締めてきたからの、おばばじゃん、もうおばばなんだけどさ。いい、ストーカートップもお芝居なんでやねん。おかしくねえべ、マジか。いいいい、あー、行こうか。ほっ、オッケー、一発か。え、痛い痛い痛い、うまいなお前。最後の攻撃がさ、マジでこいつ激しいから、こんなところダメージ食らってらんないんすよ、マジで。よしよしよし、こういった、よし、ほっ、やっほー、オッケー、よっしゃ、取れたか。ほっ、あ、待てか待てか、
まだまだあ、おおおおかぶってるかぶってる。このくちばしは硬いけど、このバリアには歯が立たん。シュッピー、逃げろ逃げろ逃げろ。あ、うまい。密密に行こうと思った俺を、なんか僕ら人生を助けてくれたよね。ほら、僕らが恩返しするよ。メリメリうるさい人情め、みんなまとめて倒してやる。うるさいだけの人情はちっとも役に立たないね。もしこんないから、よし。どうちょちょちょ、もうなんでこのカメラ勝手にこう人情が敵なんだけど、人情は敵じゃないな。俺が悪いんだな、これはな。俺が悪いです、すいません。何で撃つ瞬間、撃つなよ人情。これ以上怒りは最大、もう許さん。カメラ、太陽がやばいんだって。ダメダメ、ロックはきついぞ。え、まだ、あれあれあれ、あーやばいやばい、ちょ、カメラカメラ、あ、オッケーオッケーオッケー、あとは逃げ回るんです。ルルルンルルッブン、ちょ、うまい、やばいやばい、オッケー、ここしか来れないのか。ホーキを当てにしすぎたわ。地面に降りて決戦だ。メッセンジャー、しばらく逃げ回る。よしよしよし、テルテテテテ、オッケー。さあ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 、私は緊張、私は私にいねる。なかなか一匹増えたってお前に負けるに決まってる。よいしょ、はい、テテテテテテ、準備は OK？ うわー、マジか、これは辛すぎる。ちょっと待ってよ、ここまで来てやられんのかよ。てか待って、あのさ、マジで なんであれカメラさ、ここ急にさ、ほらおかしいべ、ちょっとなってんじゃん。あー、理解が不能だということで、もうあれから2回死にましたわ。もうここまで戻ってきたはいいけど、これでもこういう状態ですからね。もうやばい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 、うまい、よし、オッケー。正面先にやってもらった方がいいのか、これな。これの真ん中にいたらこう上に乗ってるとか、そんな感じなのかな。インチー、しょうが何しょうが、どの道、いろんな魂が集まってきているニュアンス。
これなんかお目目が赤くなってんのもさ、黒じゃないところがあれだけどさ、メーターってところがもしかしたらあれかもしれないね。ターミネーターをなんかこうね、意識してるかもしれないね。よっしゃー、来たー。じゃあ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 おしまいです。アップデートラッパになられるとは、最後の魔法だなんとかだね。余裕だな、バンジョーたち。避ける素振りもなく、おお、なんか落ちてったねーみたいな。なるほど、あの最後の魔法で砕いたっていうのが自分になれるのかな。さすがの魔女も背中向きには魔法を出すことができないとか、そういうオチになるのかな。なんて思い、そんなのわしの運命じゃない。クランゴ急げ、助けてくれ。そのクランゴは一方、今頃何してんだろうね。ボスだけあって強かったわ。カッとしたけど3回死んでったんだよ結局ね。だからライフの残機がゼロの状態で挑んでたからさ、あ、これが本当の、後ろから超金髪の短髪の美女が出てきた。ザ人間がこの時だけ出てきたよ。あれ何なんだろうな。防備邪魔だ。ちょうどいいところだ。待って、よく見たらプルプル揺れてない。プル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 してるよね。そんなサービスがあったんだ、こんなバンジョーカスイの大冒険。人間という人間が出てこなかった。いやー、疲れ、やっと全部からついたよ。キューティー、もうゆっくりしてもいいよね。あちら、お兄ちゃんとカズイさんはそんなスタッフよ。ナミ君、いいか、あたいがスーパースターだって。うん、まあ確かによく頑張りましたね、カズイ。ねえ、なんか。サンキュー、メガネ君。相変わらずバカ丁寧な話し方ね。おう、カズイ。それよりみんなで見ようよ、これを。はい、何？あ、エンディングロールってやつね。はい、前回出てこなかったキャラクターたちがね、また勢ぞろいという感じですね。はい。クランゴっていくつなんだろうな。よくよく見たらさ、お目目の大きさが違うじゃん。なんかクランカーの洞窟に出てきたやついたじゃん。目の大きさが違うカニ、あんな感じがしたりするよね。おう、あーちゃーちゃちゃちゃーちゃ、カリフラワー、カリボブ、クワリウォブはどこだ、ね、クワリ。待って待って、これ一体出てくる感じ。グラントリングね。はいはい。で、アリンコのティクだから、牛はビッグバイホーンじゃないのね。ブラブリー、グレムリンみたいな感じかな。グレムリンの親戚、おわきゅエンロッカー、足が上に、まあ、ロッキーの違う、ライターロッカー、おめえの方があれなんだろう、豪華なんだな。やむや、シャコガイと言いなさい、シャコガイ。スニピット、そうこのスニピットのクランカー版のやつだよね。シャラップね、あまれ、シャラップ。実況やってて振り返ってて、クラッカーおめえだっつってスナッカーなんだよね。クラッカーじゃねえんだよ、超恥ずかしい。グリルチョン、あれグリルってそれとキーを外さるのか。あ、これニューティースリピッド、こいつなんかに、あ、でもあれだな、結構あれ逆だな。ビップルワッシュ、ビップってあれだ、ムチってあれだったの多分な。
コアコタ、コラコタ、どっちでもいいか。え、プリビッツ、うん、ウィンクもできる。はい、バズ、かっこいいな。バズでボム、ステップコンプレッツ、ロッギー、ヘイ、あれがデブになるんだってな。トギー、エギー、違った、違った、ごめん、モギーだったわ。カッコつけて言ったらけど外れた。トゥインクリーズ、トゥインクリーン、トゥインクリーンマンチャー、まあ変わった胃袋と味覚と趣味嗜好をお持ちのあるですな。ザ・スワッシュ、ロコダイですね。エッエア、チンカー、あーパパ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 、ゼンクシー、ラッチ、イニシエのもの名前の癖が強い。グラッパー、天然に一度負けたやつだね。パラオみたいな感じだね。スキャビー、スケベーみたいな。スラッパ、進化系がグラッパかな。こいつはまた別で出てくるのね。ホムフラー、ハンブラー、ポートレートチョンプ、え、ヒーヒー、そんな名前だったっけか。おー、レインボー、ダンスでもするのかな。うん、マンボー、ダッタタタタタタ、リッパー、R.E.P. だからか、略してリッリ、R.I.P. はあれだったね、リッパーの略だった。ニブリー、大盛り要素のない名前。ブームボックス、あ、お前だけ唯一お亡くなりに、ボスブームボックス。こいつの倒し方あれだったね、なんか知らなかったわマジで。出た、グリムレッド、唯一完全、超は完全無敵なやつだね。ブロッサン、クロワッサンの仲間かな。シーマンゴブリン、グレムリン、水にかけるとお前がここに出てくる、チャオか。初登場は砦だったんですか。スネアベア、スネにアタックするかな。あっ、ビッグラッカー、スナッカーの仲間、ザバス、ザバス、ザバス、グラブリンフード、裸のやつはなんて言うんだろう、グラブリンヌード、イプラッド、あ、回収したはずよ、そのジグソー、また生えてきた、もしかして。チート、あれ、おめえ、ここで、こっちで出てくるのか。これ重要キャラだと思われてない説がある。オッケー、さあ、なんか上の方にね、なんか、隠れてるやつがおるよ。にゃは、ウリーン、はい、3つの写真をガンボゲットした。はい、コツさん、すごい。ねえねえ、何の写真？お前たち、見落としたこと、次のゲームで使える秘密。おお、聞いたかい、コツ、次のゲームがあるみたいだろ。すごいわ、じゃあ早速その写真を見せてよ、はい、コツさん。行くぞ、ヤッコ集めたか。もちろん集めましたよ、マモさん。さあよ、早く秘密を見せてほしいわ、ガイコさん。写真、今回のゲームの謎、写ってる、すべてがはっきりするのは、次のゲーム、バンジョ、次、カメイ。バンジョ、ブギ、なんだかすごそう。面白いのですか？マンボ、あまりのすごさに、顎外れた。顎は外れなかったけど目玉は飛び出た。ねえちゃんとそれってバンジョかズイ、次ためにならないの。あたいも出演したいわ。
番長、次の場合では今回のゲーム出すんでしまう。マンボ、次のゲームで使えるアイテム見せる。これ見ろ。投げ。インターバルが投げ。頼みます。最初の秘密、リーチ。みんなよく見る。ガイゴッさん、その岩はどうやれば上に上がってくるの？何も言えない。おう、いつの洞窟だ。また通り上まで登る。上には何があるの？もうちょっと見てればわかるぞ。あれあれ、よー、結構高いんだな。班長、心配しないで、あたいの出番のようね。ずっとカズイの出番だけどな。あ、これだけに限らず、まあいろんな卵をね、やることができるんですが、まあ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 、あれですね、なんだっけ、あ、そうそう、砂の城でね、打ち込めば全部出てきますからね、他の卵とかもね。次は雪山。おうざ、おうつだ。これでカズイはドラゴンになりますからね。すーげえ画像が荒れえな。さすが64だな。僕らここには行ったことあるんだって。ねえねえ、さっきのビーチの卵は何？教えて。ねえねえ、静かによく見ろ。奥には何があるの？わあ、氷の鍵だ。これどこで使ったらいいか、あたいわかるわ。マジで？で、ジョイ、気づかい。ってな、カズイ知ってんねや。次のゲーム知ってんねやじゃ。もう一つの秘密、砂漠にある。いや、マンボさんね、卵と鍵のことを教えていただけません？マンボ、今まで鳥に散々バカにされたから絶対に喋らない。鳥は何があるんだよ。ちょっと変わった卵がまた一つあるだけじゃない。これ取っても本当に何にもならないですからね、残念ながらね、うん。わお、これはどうしたら？アンボ、何も言わない。お楽しみ。バンジョ、次。最後のセリフがまさかのマンボで終わる。はい、ということでね、本当に最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。バンジョとカズイの大冒険、これにて完でございます。で、まだね、バンジョとカズイ、あれ？どうなんだろうな。うん、とりあえずね、次回こんな感じのことをやろうかなと思ってるものはあります。ベビーだ、ビクともしない。でも、グランチュルダ様を助けなければ。いいでしょ、滑って取られたが、わしは戻るぞ、必ずや。まあ、岩に封印されただけですからね。ということでね、次回もまたちょっと64のゲームをやっていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひお楽しみいただけたら幸いの極みでございます。ぜひね、その時までね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたらさらに幸いの極みでございます。ではまた次回のゲームでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。